はい、皆さんこんにちは、こんばんは、コロムシでございます。前回の話に申し訳ありませんでしたね。新しい挑戦をしてみたいと思ったんですけども、いろいろなね、貴重なご意見をいただきましたので元に戻ることになりました。マリちゃんお帰りなさい。ということですね、本日の配信はですね、期間を90日間で設定させていただきまして、女の子サポートでの変動率ナンバーワンを今回紹介したいなと思っているんですね。ということでね、始めていきたいと思います。冒頭からちょっと言っちゃうんですけども、今回の紹介で何か伝えたいか、もう一言です。全力でこれ狙ってほしいなということなんですね、というまあカードを紹介させていただきます。今後さらに上がる可能性を秘めているのではないかと、クロムシが勝手に思うカードを、勝手な見解で紹介をさせていただきたいと。ご興味のある方はぜひ、最後までお付き合いください。そしてチャンネル登録をよろしくお願いいたします。ということでね、始めていきたいなと思うんですけども、今回紹介するカードは、あくまで90日間のアップ変動率なんですよ。ですので、価格の高いカードを紹介するわけではございませんので、ご注意くださいませ。では、トップ5を、紹介していきたいと思います。順番にね、お伝えしていきたいと思います。まず、第5位。アセロラの予感でございます。1月12日、これ90日間ね、すべて見てますので、1月の12日ぐらいはね、1万4000円台だったんですね。で、最近この3月5日になりまして、24,487 円ということでね、6,980 円アップしたカードですね。2021年12月3日、VMAX クライマックス収録のカードでございます。ということで、まあ、続いていきたいと思います。第4位。サナでございますね。1月8日、2万500円ぐらいなんですね。で、現在は3万152円ということで、約7835円、アップをしたことになります。2021年7月9日、ソークストリーム収録のカードでございます。まだまだ伸びてくるんじゃないかなという1枚でございます。はい、それでは次、第3位、セレナでございます。1月6日、5万1000円だったんですけども、現在3月5日はですね、6万5353円まで上がってきております。約で9,989円のアップです。2022年9月2日、白熱のアルカナ収録のカードでございます。セレナはですね、大変珍しいです。このトップ5の中で2022年のカードはこの子だけですね。まだね、発売してから半年しか経ってないんですよね。2022年のカードがね、変動が非常に高いトップ5に入ってくるっていうのは非常にやっぱりカード自体のポテンシャルが強いっていうことになってきますんで、お持ちの方もかなり多いんじゃないかなと思います。セレナはね、大切に保管していただけたらいいんじゃないかなと思いますので、よろしくお願いします。はい、それではね、第2位いきます。カトレアでございます。1月9日、3万6600円ぐらいだったんですけども、3月5日、5万3730円まで上昇。12,581 円アップしたことになります。2021年4月23日発売、漆黒のガイスト収録でございます。カトレアもね、だいぶ、何度かもう配信で、話しているものなので、言わずと知れたというかですね、上がるであろうと思ってたものなので、まあこれは、まあこんな感じかなという感じしますね。ということで、最後のね、栄えある、第1位を飾ったのは、この子でございます。そうです。クララ。の SR でございます。1月の8日、2万8050円だったんですけども、3月5日現在4万4800円まで上昇、1万3250円アップしたことになります。2021年3月19日、双璧のファイター収録のカードでございます。5枚ともですね、高騰の可能性は非常に高い。そしてまあ可愛い子ちゃんなので、本当はねちょっと1枚1枚ゆっくり紹介していきたいんですけども、まあ今回は現在の変動率ナンバーワンということでね、クララを今回ピックアップして、紹介させていただきたいと思います。その、クララのね、簡単な、コロムシがこれ、この先上がるんじゃないかなと思ってる理由をですね、3点用意させていただきましたので、順番にちょっとお伝えをさせていただきます。まず一つ目。セクシーで可愛いキャラクターってですね。唇の下のほくろと、ポーズの可愛さ、そして絶対領域の露出。行動良いんでしょ、これは。って、知人が言ってました。知人が言ってたんですね。まあ、何でも可愛いって言ってる気がする知人なんですが、まあ、これ聞いてね、でもなくもないかなと思ったんで、まあ、理由のちょっと一つとさせていただきます。ここにね、わざわざあげるような話じゃないかもしれないですけど、でもね、ちょっとここ最近、そういう理由で、行動してってるのも、あるはあるんですよね。だからまあ、ないがしろにはできない理由かなと思いましたので、まあ、紹介をさせていただきます。で、二つ目。これ結構、私の中では大事にしてるんですけども、発売日っていう話ですね。先ほども言いました。クララはですね、2021年3月19日に発売しております。双璧のファイターに収録と言ったと思うんですけども、このね、双璧のファイターの前後、何だったかというちょっと話をするんですね。双璧のファイターの前、2021年1月22日、これに発売されたのが、一撃マスターと、連撃マスターが発売された日なんですね。そして、
双璧のパイタの後、2021年4月23日、これはですね、白銀のランスと漆黒のガイストが発売された日なんです。これね、何が言いたいかというとですね、ダブル発売に挟まれたんですよ。一撃マスター、連撃マスターのダブル発売。そして、白銀と漆黒のダブル発売。その間に双璧のファイター、同時発売に挟まれた。単発販売の双璧ということだったんですね。だこれもね、ちょっとね、あまり売れなかったイメージが正直コロムシあるんですよ。この双璧のファイターって。そして、販売量が少なかったのかな。めちゃめちゃ売れたってわけじゃないのに、どこにも売ってなかったっていうイメージがすごい強いんですよね。それと、白銀のランスと漆黒のガイストがこの辺り出るんですけれど、もうね、双璧のファイターが発売される頃にはですね、白馬バトレックスと黒馬バトレックスの、環境の強さっていうのがもうね、情報で出てたんです。すごいね、強いのが出てくる。っていうのはね、ある程度、分かってたんですね。で、さらに、漆黒のガイストにカトリアが、入るっていうこともあったんで、もうこのね、二つの人気が影響してしまったのではないかなと。で、そのせいで、双璧の売れ行きが減ったんじゃないかなっていうのが、ちょっとこの虫の感想なんですね。さらに、パック発売に合わせて、プレミアトレーナーボックス一撃連撃っていうのがこの頃発売されてるんですよ。一撃連撃と一緒にね。さらに、双璧のファイターの発売日に、クララ&セイボリーセットっていうのも発売されてるんですよ。で、こういうのが発売されたので、さらに購入が割れたのもちょっと考えられるんですね。ちょっとボックスがポンポンポンって続いたんですよね。で、あまり売れなかったということで、市場に出回る数が少ない。そして、備品の残数が他に比べて少ない。っていう可能性を、この虫は感じてます。仮にだとすると、これは気づく頃には、手が出せなくなる可能性があるんですよね。ということで、まあ、早めにこれは入手しておいた方がいいんじゃないかなというのが、まあ、率直なこれ、コロムシの感想でございます。はい。そして三つ目。三つ目がですね、斉藤直樹先生のイラストだっていうことですね。これはね、もう言うまでもございません。このチャンネルでもう散々言ってきましたんで、コロムシも本当に斉藤直樹さん好きなんで、もう何でも聞いたよっていう方もいらっしゃるんじゃないかなと思います。ただ、まあ、改めて説明をしますと、過去のカードでも、斉藤直樹先生の女の子イラストは、高額カードばっかりなんですよ。まあちょっとロイヤルマスクだけ男性なんですけどね。でもね、これもそうだっけって、あ、そっか、これもそうかみたいな感じで、高いカード本当によく見たらね、斉藤直樹さんということよくあるんですよ。ぜひ皆さんもね、探してみてください。見つけてみてください。とにかく描くイラストが可愛いから高騰してる理由の一つっていうこともありますので、何なんでしょうね。やっぱり斉藤直樹さんのこの描いてる女の子がね、割とやっぱ市場にぶっ刺さってるんだろうなっていうのを感じるんですよね。こういった可愛さから高騰してるのは間違いございませんので、ということでこれがね、3つ目の理由とさせていただきます。で、この以上3点がね、この虫の簡単な、見解で保有していただきたい理由なんですね。大切に大切にね、保管をしていただきたいなと、全力でお勧めをさせていただきます。クララはね、もちろんなんですけども、先ほどねご案内したカトレア、セレナ、サナ、アセロラもうね揃って、もうポテンシャルの塊のカードなんですよ。ぜひ狙ってみてはいかがでしょうか。当チャンネルはですね、高騰予想や、考察を私、コロムシがですね、勝手な見解で、お伝えをさせていただいているチャンネルでございます。正解ではございません。参考程度でお聞きいただけると大変ありがたいです。そんな配信ではございますけども、参考になった、また見てみたい、など思っていただけるようでしたら、ぜひチャンネル登録、高評価、ツイッターのフォローなどいただけたら大変嬉しいです。よろしくお願いします。次の動画でお会いしましょう。それでは皆さん、バイバイ。